はい、吉谷さん、メッセージありがとうございます。なんかね、ガチンコの竹原慎二さんが、ボコボコ相談室のね、竹原慎二さんが YouTube チャンネル始めてますよ。で、結構ね、カメラとか編集とかのクオリティが良くって、テレビ番組そのものです。ここではね、竹原さんのご自宅とかマイカーとかも紹介されていて、なかなか面白いですね。で、もう50歳ぐらいになる竹原さんなんですけども、3人がかりで竹原さんに挑んだ3対1のスパーリングでも物ともせずに未だにね、世界チャンピオンなんですね。で、チャンピオンとしての自信もあるみたいで、未だにね、誰にも負けないって言ってますし、体もむちゃくちゃいいんですよ。やっぱことをなす人ってのはどこまで行ってもすごいですね。で、なんか聞く新聞っていうね、タイトルで動画いただいたんですけども、今回そうですね、そうだな、こういきましょうか。与沢翼さんのね、本があります。告白という形で、秒速で転落した真実って書いてますね。このタイトルを見ただけで、私がね、どんなローンチをかけたかってことを紹介します。それはですね、3億円失って分かったことというタイトルで、私もね、再生リストでローンチかけたんですよ。これずいぶん前のことですけど、2年か3年ぐらい前ですけどね。まあ、ここでもね、かなりの、集客と売り上げがうまくいったわけなんですよ。というのが、タイトルに3億円失って分かったことって書いてあると、やっぱね、びっくりすることはびっくりするんですよね。やっぱキャッチーだと思うんですよ。3億円失って何が分かったのかなっていうような形なんですけどね。それは私が会社を経営してて、いろんな方とうまくいかなかった、お客さんのターゲティングが良くなかったとかね、立地が悪かったとか、いろんなね、こういうところが良くなかったかっていう風な気づきを書いてるんですよね。話してるんですよ。で、最後にオチとして、いろんなことに気づいて、いろんなところが悪かったっていう風に私は話したけども、結局そういう風な自分以外が悪かったって言ってるから潰れたんだっていうのをオチにしてるんですよ。で、もう一つこのタイトルにオチがあるのは、3億円失って分かったことって書いてると、結構ね、大きなタイトルに見えますけども、私麻雀店を10年やってて、9年ちょっとやってて、売上的にはね、9年で3億円ぐらい、9年ですよ、出てるんですよ。それが1円も残ってないんで、3億円失って分かったことっていうふうなタイトルにしてるんで、それもね、動画の最後にオチとして入れてるんですけども、だそう考えると年間で2000万なり3000万なりなんで、ね、会社経営してて年間で2000万3000万って言ったら、事業としてはちっちゃいんですよね。で、そういうオチもあって、キャッチコピーっていうのはそういうふうに重要なエッセンス、キャッチーなエッセンスだけを抜き出して書いてるんですよっていうふうなね、オチにもなってるんですよね。こういうふうな形で、結構ネタって、いかようにも仕入れられるし、いかようにも作り変えることができるんですよね。で、嘘のないように抜き出してくるとかね、それからそのどうしてそういうタイトルにしたのかってことを説明することによって、納得感も提供できるって形になります。こういうふうな気づきをたくさん入れることによって、情報発信っていうのはね、成り立つわけですけども、前回吉田さんも言ってましたけども、そのね、情報の仕入れをせずに、なんで情報発信者やるんだって話じゃないですか。アパレルの会社をやってて、服を一着も仕入れないバイヤーなんていないんですよね。で、商売できないわけですから、やっぱり店内を在庫で販売商品でいっぱいにしとかないといけないんですよ。それは情報発信者も一緒で、ネタがないっていうのは、そもそもやる気がないと、やってないってことなんですよね。ですんでね、YouTube の動画が毎日上がってくるのは当たり前で、もはやですね、その動画が上がってないとか、動画を上げてないって人は、もうこれはね、脱落者なんですよ。ですんで、励ましてはいきたいんですけども、励まさないとできないようだったら、やっぱりビジネスのセンスはないかなと言わざるを得ないのかなっていうところが、今回の私のね、所見でございます。それではまたメッセージよろしくお願いします。